2022年11月19日に広瀬通商さんから今年の優待品が届いたのだ。食料品とカレンダーで、今年は T シャツはないみたいなのだ。正直 T シャツはいらないからどうでもいいのだ。1万円分の価値があるかどうかはわからないけど、いっぱい入っているのは楽しいのだ。今年はカレーが少ないみたいなのだ。フリーズドライは結構美味しくて好きだったので、復活したのは嬉しいのだ。レトルトカレーはスパイスが効いていて、ちょっと高級感がある気がするのだ。レトルトご飯はご飯炊くのがめんどくさい時なんかにあると便利なのだ。インスタントラーメンは豚骨味がちゃんと豚骨ラーメンの味がして好きなのだ。今回届いたものはカレンダーが1つ、レトルトご飯が13個、インスタントラーメンが12個、フリーズドライ丼が14個、フリーズドライ用の計量カップが1つだったのだ。これだけで1月分の食料になりそうなのだ。来年も広瀬通商さんの優待を期待するのだ。ご視聴ありがとうございましたなのだ。